公園で話すグロステリー・グロスはフィラデルフィアの YFM が制作して NPR がアメリカ全国に配信しているインタビューベースのラジオ番組フレッシュエアのホスト兼エグゼクティブプロデューサーである1975年に NPR に入社して以来グロスは数千人のゲストに対してインタビューを行ってきたグロスは控えめでフレンドリーでありながら徹底した 事前準備を行ったインタビュースタイルとゲストの多様性から長年にわたって賞賛を集めてきた。彼女は主にインタビューの前夜にゲストの作品を幅広く調査し、ゲストの初期のキャリアについて思いがけないような質問をすることで定評がある。テリー・グロスはニューヨーク州のブルックリンで生まれた。即記者であるアングロスと帽子作りの家業の下で、 帽子職人向けの生地の販売をしていた、アービング・グロスの第二子として生まれ、シープスヘッドベークの近くで育てられた。彼女はユダヤ人の家族に育てられ、祖父は全員が移民だった。父方の祖父はタルヌフの出身で、母方の祖父はロシア帝国の出身である。地元のランドマークであるシニア、エスレストランの近くのアパートに家族で暮らしていたと話している。 子供の頃は、ブルックリンの強いアクセントがなかったことから、人から他の地域の生まれだと思われ、出身地をよく尋ねられた。レオン・ J ・グロスという兄が一人おり、心理測定学のコンサルタントとして働いている。1968年、グロスは、シープスヘッドベイハイスクールを卒業した。ニューヨーク州立大学バッファロー校では、英語学の分野で学習を取得し、 コミュニケーション分野で教育学のマスター・オブ・エデュケーションの学位を取得した。大学では同じ大学に通っていた高校時代からのボーイフレンドと結婚したが後に離婚した。全国をヒッチハイクで旅行するために1年間休学している。1972年、グロスはバッファロー都心部の公立中学校で8年生の教師の仕事を始めた。 当時は特に教室内の生徒をまとめる教師としての技能が十分に身についていなかったため、たった6週間で解雇されてしまった。グロスは CPB が支援する NPR の大学ラジオ局の一つであるホブホで1973年にラジオ局でのキャリアをはじめ、ニューヨーク州立大学バッファロー校のメインストリート、キャンパスからウーマンパワーという番組のボランティアとして、 ラジオ放送の仕事を始め、その後ディスイズラジオの共同ホストになった。この番組では、主に女性の権利や公共の問題が取り上げられた。1975年、グロスはフィラデルフィアの YFM に移動し、フレッシュエアーのホスト兼プロデューサーを務めるようになった。当初は地元のインタビュー番組だった。1985年、 NPR によって毎週アメリカ全土に配信が行われるようになるとフレッシュエアウィズ・テリー・グロスは全国的にも知られるようになった。通常、インタビューはフィラデルフィアの愛、FM スタジオにいるグロスと電話や衛星放送で接続された地元の NPR 系列局のスタジオ間でリモートで行われ、対面では行われない。 通常二人のインタビューを含む1時間程度の番組が制作され、190以上の NPR のラジオ局で配信される。毎日数百万人のリスナーに視聴されている。現在グロスの番組を手掛けているプロデューサーやスタッフの多くは、1970年代後半1980年代から彼女と共に仕事をしている。ありがとうございます。